こんにちは、賢者タイムです。数日投稿が空いてしまいましたが、喉の調子がですね、すいません、ちょっと痛めてしまって、投稿できませんでした。で、今は少し回復したので、今録音しているところです。どうぞよろしくお願いいたします。今日の映画は、はい、泳げません。まずは結論からですね、正直面白いとは感じませんでした。ただ勘違いしていけないのは、これダサ作ではないです。ただ退屈っていう風に感じてしまったんですね。で、今作結婚とか記憶喪失といったテーマを扱っていまして、僕はそういう経験がないので、やっぱりそこに関しては共感とかやっぱしにくいわけですね。で、経験も足りないです。で、あとその主人公のその大学教授、その水泳げるようになりたいという教授がいるんですけども、やっぱ特定のもの、水に対してすごい恐怖心がある人なんです。で、僕はそういう特定のものに対して恐怖があるっていうタイプではないので、やっぱり共感できない部分っていうのは多々あるのかなという思う部分があります。で、少数だと思うんですけども、そういった経験やその壁、恐怖心っていう、まあ、恐怖を感じるものがあったり、またはそういうものを乗り越えた経験がある人が見れば、僕とは違う感想になると思ってます。で、この作品も原作があるんですけども、そこは僕はちょっと知らないので、その点は承知よろしくお願いします。ざっくりしたあらすじですけど、家庭を失った男が前を向いて人生を歩むために泳げるように練習をするっていう話ですね。まあ、その泳げるようになるその動機としてはまず、ね、それなんですよ。前を向くために頑張ろうとするっていう話です。で、今作の伝えたいメッセージは、まあ、恐怖は克服できると、人生立ち止まることもあるけど前に進めるよっていう風な感じがしますね。やっぱりその克服だとか、やっぱり前に進むっていうのはやっぱ言葉でも出てくるので、そういったメッセージがあるんだろうなと思います。で、良かったところですね、まずは長谷川さんの演技。この人はやっぱりこういう堅物キャラっていうんですかね、そういうキャラクターうまいですね。シン・ゴジラの時も出演されていて、そういう似たキャラ演じてましたけど、シン・ゴジラ、うん、そうだね。で、やっぱりうまいですね。ハマり役なんだと思うんですけど、非常に見やすい。で、この人ずっと理屈っぽいキャラってわけじゃないんです。コミカルな場面と理屈っぽい場面両方あるんですけども、どっちもバランス良かったと思います。すごい上手いです。で、綾瀬はるかさんもすごい上手いんですけど、この役自体がめちゃくちゃ難しいです。綾瀬はるかさんのその役っていうのが、プールでは普通、要するに室内では普通なんですけども、路上、車が走ってるああいう路上では、以前車に轢かれたっていう、そういう交通事故の経験があるから、めちゃくちゃキョドキョドするんですよ。で、キョドキョドするし、路上では普通に会話するのもちょっと難しいみたいな感じになっていて、それってやっぱりプールで普通に話せるけど、そこではうまく話せないみたいなバランスが難しいですね。やっぱ見ててアンバランスに感じてしまったんですけども、じゃあどう演じるって言われた時に、正直どう演じればいいか僕には分からなかったです。で、良かったところ2つ目、プールで一緒のおばさんグループですね。今作の癒し枠です。おばちゃんってこういう感じだよねっていう感じさせてくれる、コミカルな演技をされてます。普通に面白いです。はい、良かった点はごめんなさい、以上2点になります。では、すいません、ちょっと早いんですけども、気になるところですね。まず1点目、映像が荒いです。よく昔の場面とか過去の場面をセピア調って言って、ちょっとこう暗い感じに表現したりとか、やっぱり暗い場面、
哀愁漂う場面とかそういった場面って若干その暗くする、光を落とすってごめんなさい言葉が見つからないんですけども、あのちょっとこう光を落として暗い感じにするとかそういう表現あると思うんですけども、今作は全編荒いです。ずっともう初めから終わりまで。でこれは何を狙ったのかわからないんですけど、めっちゃ見づらかったです。あの狙ってやるというよりはこれ何のためにぼかしたのかちょっと僕にはわからなかったので、あのわかる人いたら教えてほしいです。なんだろう、映像クリアの方がいいと思うけどな。で、2番目が麻生久美子さんの関西弁。あの僕関西人なんで多分人一番気になってしまう部分だと思うんです。そもそも関西弁難しいと思ってますし、あの微妙です。でこれはあの麻生さんの演技が下手だとかそういう文句を僕は言いたいんではなくてですね、やっぱりもっと上手くなる必要はあると思いますよ。でもそうじゃなくてこの設定がそもそも必要ないんですよ。関西人っていう、原作は関西人だったかもしれないんですけども、映画化するにあたってその関西っていう設定って全く必要ないんですね。だったらいっそのこと標準語で僕は良かったと思ってます。で他の人の関西弁がじゃあうまいのかっていう話なんですけども、他の登場人物で関西弁話す人いません。なので全く問題ないです。でこのキャラクターってこうなんだろう、人との距離感が近い、もうなんやねんお前みたいなそういう感じのキャラクターなんですけども、それをするにしても標準語でやればよかったと正直思ってます。ここは気になるところ2つ目。次が3つ目、物語の起伏が少ないです。あの今作ですね、始まりから終わりまでそんなに起伏がないです。全くないわけじゃない、そんなにはないです。男が泳げるように練習する、上達する、これいきなり泳げるようになるわけじゃないですよ。顔をつけるところからまずはまっすぐ泳ぐだけ、手で書く練習とかそういうのを繰り返していくんですけども、あの基本はこれだけなんですね。で壁があってそれを乗り越えるために何かするとかそういう何ですか、起伏みたいなものはほぼないです。うわ最初できないけどすぐできるみたいな感じなので、あの結構物語が平坦なんですよね。でまたちょっと壁があったり問題が起きたとしても想像できる範囲を超える場面がないので、ちょっと退屈に僕は感じてしまいました。で、例えばですけども、コーチ役今作ってその泳げない人が中心主人公でいいんですけども、その水を克服するっていう話ですね。で実は恐怖っていうものにちょっと多分共通する部分があって、この泳ぎを教えているそのコーチ役綾瀬はるかさんは路上っていう恐怖心があるんですよ。ここをリンクさせてそれぞれが克服していくみたいな話だったらこれまた面白いかなと思ったんですけども、多分原作はそうじゃないので、そういうわけにもいかず結構物語は起伏少ないです。退屈してしまいましたね。で4つ目というかもうその他いろいろこれよくわかんないなとか不必要かなって思った場面それがまず学生から結婚の承認依頼される場面、これ別に本筋に絡んでこないので
いらないなってちょっと思っちゃいました。その承認になるならないでその泳ぎに関係させることができればよかったんですけど、全然関係もしてこないので、全員その泳げない人、この人教授、役名で言うと教授なんですけど、あのそれで教授が何かするその承認になるならないで何か語るわけでもないですし、いらないかなってまず思いました。で次、この教授なんですけども、お子さんがいらっしゃって5年前にその水難でお子さんを亡くしてるんですね、息子さんを。で溺れるシーンでこの奥さん役の人がキャーって言うんですよ。でこのキャーが僕も違和感しかなくて、溺れてる自分の子供を見たらキャーじゃなくてまず走るし、後ろで溺れてるとか名前を呼ぶとかそういうことするんじゃないのかなと思うんですよ。なので違和感感じました。でその子供を失ってで奥さんは、この教授の奥さんは泣くんですけども、教授は泣かないんですよ、涙が出ない。で泣かないことに対して、あんた悲しくないの、なんで泣かないのみたいな感じで詰め寄るんですね。そういう場面があるんですよ。でそこも僕にとっては結構違和感感じてて、あの涙が出ることと悲しいことは別なんですよ。で教授も言うんですね、悲しいに決まってるだろうって言ってめっちゃ怒るんですよ。涙はない、流してないんですけど。でむしろ教授の方にその筋が通ってるから、この奥さん何言ってんのかなみたいな、僕もちょっと思ってしまって、それも違和感。しかもそれがまた連鎖してて、その場面が離婚の原因みたいな描き方してるんですね。その涙が出ないから別れる的な感じになっていて、これ別にそれが原因じゃないよねってちょっと思っちゃったんですよ。だってそのさっきも言いましたけど、涙出る出ないと悲しいって感じてるかどうかって別なんで、もう離婚になったって要するにもともと仲悪かったんやろうなって、大した仲じゃなかったんやろうなって思ってます。で、他にはこの教授なんですけど、なんかあの大学で講義してるシーンがあるんですね。でもこの講義してる内容ってそのプールのレッスン内容とかそういったところと絡んでればいいんですけど、全くここも絡んでなくて、なんていうか必要っていう場面を感じます。多分レッスン、その、まあ、今言いましたけど水泳のレッスンと授業をリンクさせるみたいなことをしたいんだろうなみたいなのは、あの映画で見てて伝わってくるんですよ。あの監督、ちょっとお名前ごめんなさい、わかんないんですけど、リンクさせたいんだって言って、このレッスンがあってこういうことを語る、レッスンがあってこういうことを語るみたいなつながりを持たせたいんですけど、全くつながってないんで、なんかもったいないなってずっと感じました。であとよくわからないシーンで言うと、想像が現実になる場面、その妄想の場面なんですけど、それが結構唐突で、ごめんなさい、もうこれに関しては僕正直いまいちでした。あのこの想像が急に現実になるっていう話、意味わかんないと思うんですけど、例えば、今この動画を見てる人が、はい、納豆を口に大量に流し込まれますって、そういうふうに、まあ、それを想像してください。それがいきなり場面で描写されるんですよ。僕と今動画見てる人が電話してます、すると
いつの間にか僕が横にいてあなたの手を掴みますみたいな、その会話シーンだったら2つこう画面分けてそれぞれが電話してるみたいな場面想像できると思うんですけど、その画面の中心線区切れてる部分を飛び出して相手の腕を掴むみたいな演出があったりとかするんですね。で僕それで面白いってちょっと感じれなくて、それだったらなんかこう妄想想像のシーンなんで、ふわんふわんふわんとか言って、まあ、妄想してますよって言ってもう分かりやすくしてそれを描くとか、あと腕を掴まれるにしてももういっそのことを同じ場面なんかもう想像で、なんすか花畑で2人背を合わせて座っていてなんかこう語りかけるみたいな、もう電話話してるみたいな場面でもよかったかなって僕思いますけど、なんかですねこの挿入シーンが癖が強くて微妙でしたね。で一応話をまとめますと、書きたいことは多分なんとなく伝わりますけどうまく描けてないなと感じてしまう作品でした。あ、ごめんなさい、ちょっと追加なんですけども、このそのレッスンして大学の講義してよくわかんない描写、これもしかしたら原作の物語の流れ通りなのかもしれないです。原作通り映画としてまとめてるとかではないのかもしれないですね。で、まあ、うまくやりたいことはわかるけどうまく描けてない作品、それで解像度やっぱり画質が荒いですからね、と編集次第でこれ名作になれた可能性を感じる普通の作品でした。以上賢者タイムでした。よかったらチャンネル登録といいねしてくださいね。お時間あれば別の動画見てください。またねー。